日僕は虚しくて何もへえことあらへんで近くの茶店へブラブラと虚しさごまかしになんとなくするとどっかのおっさんが扉を仕上げやってきて姉ちゃんコーヒーという前になんかおもろいことあらへんかいなんかおもろいことあらへんかいなんもおもろいことあらへんわいなんかおもろいことあらへんかいなんもおもろいことあらへんわいそれを聞いてた塾の僕はやっぱり誰もが虚しくてやっぱり誰もがイライラとやっぱり誰もが寂しくて生きてる感じが欲しいから流れる汗が見たいから生きてる喜びを歌いたくてさまよい歩いて行くんだねその後僕は頭を垂れてロダンの考える人のようにボソボソつぶやき歌い続けた歌を今歌おう何かいいことないかな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 僕が若者という名で生まれ始めてそして今になるまでつぶやきあるいは叫び続けた言葉を今言おう何かいいことないかな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 僕が若者と呼ばれなくなって何より暮らしが大変になったらこんなのんきなことばかりは言ってはいけなくなるのでしょうかそれとも僕が年老いて今この世を去ろうとするその時にも寂しく僕は言い続けるのでしょうか何かしとけばよかったと何かいいこと出てこい壊れそうな僕の目の前に何かいいことないかな残った命も遠くはないんだから何かいいことないかな